はい、それでは始めてまいります皆さんこんにちは近似の改正項目総まとめと題しまして私根本の方から約30分ほど改正項目についてのまとめをしていこうと思いますレジュメの方こちらの方お手元の方を出してくださいガイダンスは2本立てで行いますまず1本こちらの方についてはここ数年の改正結構量が多いんですで、ご自身が漏れてないかこの改正対応できているかどうかっていうのを全部確認してください で、その中で、次の項目では、その中でも本当に今年怖いところを3つほど絞りまして、そこをちょっと重点的に講義をしていこうと思います。まずは初め30分のところでは、こう1、2年の間の改正項目を列挙していきますので、一個一個聞いて、あ、対応してる、対応してないと、ていうのを確認しててください。じゃあ行きましょう。レジュメの方1ページ、一番上。令和2年不動産等規則改正。法人の印鑑証明書。これ。 添付しなくていいことが多くなりました。今まで、え、義務者が法人、所有権等記名義が法人の場合、こちら、法人の印鑑証明書、代表者の印鑑証明書を付けることが多かったと思います。ですが、これ、法人等番号で確認できます。法人等番号で確認できるので、こちら、印鑑証明書、省略できることが多くなりました。これ、絶対できるっていうと、条文に反したので言えないんですけど、 確認できる時はいらないと確認できる時はいらないと。ってことなんで、確認できるときはいらないってことで、ぜひ押さえてくださいで。もう一個のポチ、会社法人等番号に変わる、わが一個変かったな、変わる登記事項証明書。 これですが、作成期間のところの改正が起きています。1ページめくれるでしょうか、2ページのところの図になります。いわゆる不動産登記法で3か月制限があるかというのがまとまっています。で、一番下のやつを見てください。会社法人等番号の提供を要しない場合において提供される登記事項証明書ってやつです。話を一からやらせてください。 え本来、えっと、登記事項証明書をつけなくて番号さえ言えばいいとで番号さえ言えば向こうはその番号を入力して登記事項証明書をアップしてくれるとただ、商業登記が申請中だとアップできないんですよ商業登記申請中だとこれ登記書側もうアップできないんですよだから例えばね、イメージで言うと役員変更をしながら役員変更登記を出しながら不動産登記の申請をする不動産登記の申請をする場合っていうのは 事前に登記事項証明書を取っておいてそれをつけるんです伝わったでしょうかこれ会社法人等番号ではアップできないような場合事前に登記事項証明書をつけてそれを出すとでこれが今まで1か月だったのが3か月というふうに伸びてます3か月と伸びています 去年部分この部分を軽くかすった問題が出てますんでね。じゃあ次、令和元年民事執行法改正、一つは債権執行あ。ごめんなさい、1ページに、ね、戻ります、すみません。 えー、一つは債権執行で、もう一個は財産開示制度、ここ2年間出てるやつです財産開示ここ2年間出てるものです。でこちら、米印とついてますよね、えー、とねページの方で言うと3ページの方に説明があります。財産開示制度というところの趣旨のところ、ざっくりでいいです、読んでみてください。 基本知識の確認ね、えっと、強制執行するときにあいつの自宅を押さえてくれとかあいつのあの土地を押さえてくれっていうふうに物の特定がいるよね。動産以外。動産以外は物の特定がいるよね。じゃあ聞きたいんだけど私どこに土地持ってるか知ってるこれうなずかれたら怖いんだけど <laughs> これ分かんないことが多いと思うんです。債務者がどんな財産を持ってるかって普通知らないんですよ。そこでね呼び出して 先生の上しゃべらせるんです呼び出して先生までさせるの先生までしてしゃべらせるこれが財産開示制度ってやつなんです裁判所に呼び出してどこにどんな財産を持っているかをしゃべらせるこれが財産開示制度というものです改正少し関係ないけど少しやらして、えっと、管,管轄裁判所 ちょっと聞きたいんだけど、これって慎重であるべき、それともざっくりざっくり言っていいと思う慎重であるべきだよね。人の財産しゃべらせて、慎重であるべきだよね。後ろの5文字見て、どこ、裁判所できるだけ行きやすいところにしたいんですよ、本人が。だったら管轄どこがいい場所は。普通裁判席がいいよね。 ということで普通裁判席の地裁普通裁判席で行きやすいところでなおかつ慎重にすべきだから地裁と次申立権者ここは改正点なんです丸一番のところこれなんですが この財産開示は言ってしまうと、債務名義がないとできません。で、昔は、債務名義でも、この債務名義はありだけど、これはダメだよっていうわけたんです。この債務名義はいいけど、これはダメだよとしていたんですが、今回改正で、債務名義、何でも OK。債務名義であれば、何でも OK にしています。 ページ見くれる4ページの問題1番と2番を確認して債務名義であれば何でも OK なので仮執行宣言付き判決だろうが執行証書だろうが OK だというふうになっていますこの部分が改正点だと思ってください だからもしなんですけどあの一番の問題過去問番号載ってると思うんですよ31年のなのおかなこれちょっともしご自身の持ってる過去問集古いと丸バツ逆になっているので注意しておいてくださいはいよろしいでしょうかね でちなみにこの3ページ、4ページの方は知識と問題集になっています知識。知識の表が3ページ、で問題が4ページになっていますので、もしこのあたり、問題等がない方は、この3ページ、4ページ、活用してみてください。ありがとうございます。じゃあ、戻りましょう。えー、1ページの方に戻ります。3段目、令和元年供託規則改正。供託金の利息がさらに低くなりました。 まあこれを試験に聞いてくるとは思いませんけどね、0.0012%と、昔は0.0024%なんだけど、さらに低くなりましたと、ほとんどつかないと同じじゃねえかと。その次、令和元年初子法改正、結核自由と取り消し自由、ここ大丈夫でしょうか、えこちら、5ページの方に詳しく入れておきました、5ページの方を見てください。 で5ページが左が新法で右が旧法です左が新法で右が旧法ねで5条のところですが5条のところの2号が見比べて5条の2号え今年の会社法改正で取締役の結核自由に実は非貢献と非補佐を外す動きはちょっと前からあったんです っていうのは、実は、大元はね、非貢献非補佐が、欠格自由が多すぎて、そのため、非貢献非補佐の申し立て件数が減ってしまったらしいんです。非貢献非補佐になると、あまりもできなくなってしまう。じゃあ、申し立てやめておこう。ってこともあって、いろんなところから、非貢献と非補佐の欠格自由を取っていったんです。で、諸使法の欠格自由が早めに取れて、会社法の欠格自由が最近取れたと。 いう感じなんですね次10条の部分ゴシック体のところ見て10条昔と若干表現違ってます身体または精神の衰弱っていうのが心身の故障と変わってますまあ表現の違いだけなんですけどねここは実際の内容の変更じゃありません で次が15条、取り消し自由。で取り消し自由の方なんですが、4号が変わってます。ちょっとこれ、画面の方を使わせてください。えー、っと、これ、5号のいずれかに該当するに至ったときと書いてます。で、5, の5号っていうのは結核自由です。ちょっとこれ、見てもらっていいすみませんね。今でで普通でした破産,を破産を受ければ 結核自由になると問題ないね。今まで普通でした。非補佐になれば結核重になる。だからやめることになる。非後継になれば結核重になる。だからやめることになる。ゆっくりいくよ。今まで成年者でした。ある日突然未成年に戻ってしまいました。そんなことありえないよ。ってことで左側見て。かっこで縛ってるでしょ。2号を除くって。2号を除くっていうふうに変えたいでしょ。 でしかもほら見て新法の2号は非貢献と非補佐がなくなってるでしょ非貢献と非補佐がなくなっているから未成年だけになってるよねはいあと16条16条は2号が表現が変わってるあと16条の2項をゆっくり読んでみて16条の2項 実は今まで届出義務がなかったんです届出義務がなかったのがこれ届出義務があるようになりましたここはちょっと細かいところですが押さえておいてください はい、これぐらいにしましょうか、じゃあ1ページの方に戻りましょう。はい、で次ですが、えー、と次の段、えー、平成29年、再建法改正、まあ、これはいっぱいありますんで、省略します、次、30年、相続法改正、次、令和元年、上記民法改正ともなる通達、ここも省略いたします。で次 次令和元年民法改正特別養子の年齢制限これが今まで6歳だったのが15歳と引き上げてます6歳だったのを15歳と引き上げています15っていうのはどこの年齢何か近い年齢ありますね大学院組15以上であれば自分の意思でできるんですよ15以上であれば自分の意思でできるんです 15未満だったら大学縁組しかできないんですよね。で聞きたいんだけど特別養子に出るようなところの養親ってどんな養親ダメな養親だよね。それが大学縁組で動いてくれるとは思えないんです。ってことでこれ15歳ってところ大学縁組のところと同じ基準にしてます。 でここまでが去年の試験対象だったんです去年の試験対象でしたあの右から2つ目対象試験年度ってありますねここまでが昨年までの試験の対象の法令,法令ですでここから下はここから下は今年 試験対象になる改正法令です。ちょっと一個飛ばします。後でまとめますんで。令和元年初指法改正、懲戒制度の見直し、懲戒権者が法務大臣に変わってます。懲戒権者が法務大臣に変わっている。など、いろんなことが変わってます。 そして次、一人法人を OK にしました。今までは二人以上いなきゃいけないのが一人法人を OK にしました。これに伴って解散原因も変わってます。解散原因も変わりますんで注意してください。 はい、で次、令和元年会社法改正、ちょっとこれは量多いんで省略します。次、商業登記、届出員の義務の廃止、印鑑届、なくなったじゃないありません、義務がなくなりました。オンラインで登記申請する人は、印鑑届をする必要はなくなったんです。オンラインで登記申請をするんであれば、印鑑届、初めからしなくてよくなりました。 えつまりすべての会社が印鑑届をしている会社としていない会社に分かれるんです印鑑届をしている会社としていない会社に分かれますでその下登記書作成の印鑑証明書 添付が要となりました登記書作成の印鑑証明書添付が不要になりましたあの商業登記手続きの中で登記書作成の印鑑証明をつける場面2つほど言えます細かく言うと3つかなと商業登記手続きの中で登記書作成の印鑑証明 一つ、もしくは二つが、会社分割の分割会社、株式交換の完全子会社、会社分割の分割会社、あと株式交換の完全子会社、委任状プラス印鑑証明、委任状プラス印鑑証明だったよね。 ですが先ほどのほとんど連動をするんですが印鑑証明は法人等番号を分かれば登記書で分かるんですよ。登記書で調べれば法人の印鑑証明って分かるんですはい。 会,会社分割の分割会社株式交換の完全子会社印鑑証明をつけておりましたがそれが不要になっていますあともう一つあるんだけどすっごい細かいんでもしねああ知らないって方は、ね、も諦めて元々もともと知らなかったらそのまま幸せに終わりましょう、えっと、印鑑届け法人の印鑑届け 法人の印鑑届で、なおかつ職務執行者が法人。A 合名会社、職務執行者が A 株式会社。で、実はこの場合、この場合、昔は届出印の印鑑証明が必要だったんです。 法人が、法人が A、合名会社で、職務執行者が B、株式会社。で、この場合って、印鑑届をするときに、登記書作成の印鑑証明が必要だったんです。ですが、さっきと同じ理由で、登記書作成の印鑑証明は、見てわかるんだから、付けなくていい、としました。 伝わってると思うけどもう一回角度変えるねあの印鑑証明って登記書作成と市区町村作成があるよね登記書で分かるのはどっちなの登記書作成の方が分かるんだよねだからそれがいらなくなるってことねどっかで聞いた時にどういう伝わりがちたか分かんないですけど先生印鑑証明はこれから一切いらないって本想っすかといやそんなことは言ってないそれは言ってない登記書作成って言った場合はもういらなくなるって思って 市区町村作成は今後も変わらず必要ですから、市区町村作成の印鑑署名いるので、そこと混ぜないようにしてください。 で、あとは一番下、令和元年、会社法改正に伴う通達と、まあ、この辺りも量が多いんですここごめんなさい。省略させてください。で、ちょっと飛ばしたところ、ここを説明したいんです。ご自身で多分やってないと思いますんで。えっと、下から、1、2、3、4、5段目。平成30年、法務局における遺言書保管に関する法律。え、ここですが、ちょっと別項目で作っておきました。6ページ、7ページ、見開きでお願いします。 え、こちら、法務局における遺言書の保管に関する法律と書いてあって、ピン、え、こちらの方は、法務省のホームページに載っている PDF データを貼り付けました。上から見ますと、法務局における遺言書の保管等に関する法律について、令和2年7月10日施行。ちょっと丸つけて。実質証書遺言に,もえにかかる現状と課題。実質証書遺言。対象は実質証書遺言です。 はい、読んでいきますと、現状、実質証書以後にかかる遺言書は、自宅で保管されることが多い、その横見てください、多分このお,お父さんがいて、家があって、多分ね、真ん中これ、仏壇です。この仏壇かなんかに入れているっていうのが本当に多いケースなんですよ。すると、その下、問題点、1個目、遺言書が紛失、防失する恐れがあるとあの、結構あります、全部相続手送り終わった後にね、遺言書見つかっちゃったと、どうするこれと。 えこれ後から見つかるとかね見つからないってことがあるんですねで次相続により遺言書の廃棄隠匿改ざんが行われるその下これらの問題により相続がめぐる紛争が生ずる恐れがあるそこでその下対応策公的機関法務局で遺言書を保管する法務局で保管するってことになったができるようにしたんです はい、で横法務局で保管する利点、全国一律のサービスを提供できる、プライバシーを確保できる、相続登記の促進につなげることが可能、これの一番下がね狙いなんですよ、相続登記を進めたいと、相続登記を促進したいと。では、どんな流れなのかを見ていきましょう、よいしょ、場所が分からなかったら画面の方を見てください、分かったら別に無理に見なくて結構です。 この遺言,者があります遺言書を作りますで右上従来はこの方式のみ仏壇金庫で保管 <laughs> 仏壇の必要はないと思うんだけどね <laughs> でその上で実際死んだ後はちょっとこれ見づらいんだけど丸つ、ま、けられる見つかった後は見人が必要でした見人内容はいけるかな 内容をコピーする、内容をコピーする、内容を記録して、改ざんを防ぐ、内容をコピーしておいて、改ざんを防ぐ、これが兼任ですね。書いて,書いてある内容をコピーしておく、○○○と書いてある内容をコピーしておく、そうしておけば、後でバツバツバツと変えられたときにね、あ、これ変えたねと変わ、変えちゃったねっていうのは分かると。偽造防止策、偽造防止策としての兼任、コピーを取るです。 一方、下、新制度、保管の申請も可能、保管をすることもできることしたんです、保管絶対じゃありません、保管をすることもできるなんです、でその横を見ると、法務局遺言書保管所と書いてます、でちょっと見づらいんだけどね、これ原本って言ってます、原本。 原本。そうそう横ですか、ここを強く意識して。データ化、データ化しちゃうんです。だイメージでいうと、その遺言書の内容を P. D. F.。P. D. F. 化しちゃって、データでも保存するんです。原本保存とデータ保存するってイメージ。 でこの死亡後ここを強く意識くださいもうあの公正証書遺言って県人いりませんよねなんで公証役場で保管してるんだから公証役場で保管してるんだから改ざんされるおそれはないよねこれも同じなんですよ 法務局の方で、法務局の方で、もうこれ遺言者はもう保管出版したから、改ざんの危険がないんです。これ結構でかいんです。現実的には。兼任という機関がいらなくなるんです。兼任という手続きはいらなくなるので、実は手続きがスムーズにいくんですよ。兼任手続きで関係者を全員呼び出してね、いろいろ手続きを取るとかいらなくなるんです。スムーズに物事が進められるんです。これがでかい。 じゃあ試験的には何に影響してくるかというと2箇所、影響してきます7ページの一番上を見てください、7ページでこちらですが遺言の方式一覧と書いてます最近、この遺言の方式を結構聞いてきているのはご,えええご存知でしょうか去年あたりかな、2年前からちょこちょこ聞いてます。一番上 実質証書遺言とありまして、一番右、その他のところ、県人がいる。これが原則です。で、ここだけ中の6。ここだけ中の6が振っているのを確認して。そして、中の6をお読みください。 遺言書保管者に対し保管申請しているものは除かれると兼任がいらなくなりましたとまあ最悪出されたら怖いのはねあの実質証書遺言において兼任は必ず必要であるとって言われたらもうこれは罰になっちゃうんですよ実質証書遺言においては兼任がいらない場面ができましたのでこれは罰というふうになるんですね では次は一番下の資格枠記述対策です、えー、想像だけお願いしますえっと今ね遺言書は法務局に遺言書原本とあとデータ化しているものなんですじゃ遺言に基づく登記申請をするとしたら何を持っていけばいいでしょうまず一つの発想は原本を法務局から取ってそれを持っていくんじゃないかとって思うかもしれませんが これがが正解がノーなんです下の文章四角分かるでしょ初め4行5行読んでみて記号でこれ来た時に面食らわないようにしてほしいんです遺言書情報証明書遺言書情報証明書 おそらくイメージで言うと向こうの PDF データ。向こうで保管している PDF データです。遺言書原本ではなく、その遺言書の PDF データ。これが添付書類というふうになるんだ。なおかつ、兼人は不要だよと。 とといいったところろででよろしいでしょうか繰り返しでますが最後のところ最後のところにつ特に強調したのは2つ1つは実質証書遺言に限って保管が要求できる実質証書遺言に限って保管が要求できるこの時兼任がいらなくなるつま添付処理としては遺言書の原本ではなくて PDF データの方でいいんだってこと よろししいでしょうかねでこれで改めて1ページの方をお戻りくださいえ今回この2年間の法改正内容は以上となりますがえこちら漏れているものがあったでしょうかでもし漏れているものがあればそこはぜひ、ね、ご自身のテキストのほうを確認をしておいてくださいえ法改正というのは本当に早い段階で出ますので漏れのところについては早め早めの対策の方をお願いします 一旦はまずこちらのガイダンスは一旦ここで切りますでこの後ちょっと休憩を入れた後にこの中で特に怖いものについて1時間かけて説明をしたいところが3テーマありますのでもしよかったらお付き合いくださいこちらのガイダンスの方は以上です最後までご視聴ありがとうございました